人もいない。どうやら先客がいるらしい。ジェシーじゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。そんなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。あんた、確か召喚マテリア持って敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に登って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。
ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか？お、おい、あれ。侵入者発見。
覚悟はいい。終わりだ。やった。出まくりだったな。ザミ作りな男っす。遊んでやれ。
ていく。たぁ撃てろ。団結力の勝利っす。包囲しろ。あれま、貴様ら何が目的だ。約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。私のスピードは どこであろうと変わらない。さあ正々堂々と勝負だ。手っ取り早く。満足か。楽しい時間はあっという間だね。
まだまだ目指せる高みがありそうだ。全機出せ！ソルジャーを倒すほどの相手だ！全力でかかれ！私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。何をしている？そっちこそ。来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客。あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。そうね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことかウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ。随分と賑やかなことで。シンラの増援もいるの。ああ、胃が痛え。反神羅勢力が76本室を襲撃中。敵多数、非常警戒態勢発動。さらさに速やかに敵を排除せよ。繰り返す。
正面突破は無理だな。裏から回そう。レッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないか。ソルジャーにはわかんないか。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関してはよ。深夜の抵抗で近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視、 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。お疲れ。こっちこっち。襲撃のことが公になれば混乱どころか真羅の恥だ。爆破配信して。抵抗については合法で通せ。ちょっと派手にやりすぎじゃない。まあおかげでこっちも無事。あれウェッジは。ウェッジ。あ、危ない。俺たちが行く。おいウェッジ大丈夫か。ナイス。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お尻痛い。どれ。ちょっと何してるの。うわブヨブヨ。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれやけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。ふん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。どうやってスラムに戻るんですか。ふっふっふ。前から一度やってみたかったな。住民の皆様は外出を控え自宅待機をお願いいたします。にしても本家の作戦に鉢合わせるなんて偶然なのか。安全確認のため自宅待機命令が出ています。本家が動き出したとすれば速やかにご自宅へお戻りください。さっき襲撃って聞こえたけど。おいまたテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので自宅で待機をお願いします。緊急事態だ。自宅待機命令も出ている。ここまで来れば安心。どこに向かってるんですか。僕が家まで行きまくな。ついてからのお店の無事に帰る。